海岸の町に荷物を届けてほしいんだが、頼めるかい？料理用の大皿で、郵便では送れなくてね。うん、任せて。海岸の町の酒場に持って行ってくれ。壊れやすいものだから、跳ね回ったり吹っ飛んだりしないでくれよ。この面倒な仕事か。大丈夫だよ、そーっと運べば。そのそーっとというのが苦手なのだ。こんにちは。荷物を届けるよう頼まれてきました。これを待ってたんだ。海の男は大食いが多くてね。届けてくれてありがとう。荷物は無事届けられたし、報告に戻ろう。荷物届けてきたよ。面倒な仕事をすまんねえ。これはお礼だよ。また何かあったら頼みますよ。感谢收看，喜欢可以到电玩熊 YouTube 频道按个订阅。